はい、どうも皆さん、こんにちは。リーグ戦が始まったので、スーパーユニットスーパーボールブレイカーにしなきゃって思ったら、なぜだかなぜだか、スーパーネクロマーザーを選択しちゃっておりました。クラカンチャンネルのー、ケスケ実況のー、土屋太鳳です。ブーン！ということで、なぜだかね、スーパーネクロマーザーにしちゃったんですよ。なんか昨日ね、すごい眠くなって、あ、そうだ、リーグ戦始まるから、スーパーボールブレイカーに戦うからなーと思って、ね、で、気づいたらスーパーネクロマーザーになってたっていうね、ものすごい、ドジッコ、お茶目ドジッコで、可愛い形になってしまいました。で、そのね、土屋太鳳ですね、今日はですね、まあ、スーパーネクロマーサーせっかくしてるんだから、後でね、マルチの方で、スーパーネクロマーサーと、ネクロマーサーを使ったね、こちらですね、天才ネクロ最近よくやってんで、ネクロマーサーね、ストックしてたんですよ。なので、せっかくだから、後でマルチの方でね、ちょっとスーパーネクロと通常ネクロマーサー、ダブルネクロマーサー、こちらね、マルチでやってみたいなと思うのと、あとはね、クランリーグ戦なのでね、今回ですね、プラン解説からのね、久しぶりのリアルタイムアタック実況のシーンガチンコ攻めをね、やっていきたいと思います。さあ、ということで、編成はね、こんな感じの天才ネクロマーサー編成。もうね、ライトニングもう呪文ぶっぱですよ。ぶっぱしていくっていうね、ライトニング呪文でぶっぱしていくっていう形になりまして、で、攻めていく配置はね、この配置となっております。ポイントとしては、そうですね、クエイク一発でこの投石にダメージ与えれるっていうので、まあ、クエイク一発にしておいて、で、ライトニング5発ですね、投石とウィズ島とボムタワーもギアって壊しちゃいます。で、あ、ライトニング出す前にバルーンからのボディ引いて、ここですね、施設された方もスピード重視、もう壊す施設はもうここら辺だけなんで、あんまりね、やりすぎるとシングルインフィにタギ取られてしまうんで、もうここら辺を削るだけ。で、あとはですね、こっちにアイスゴーレムからのネクロマーサーを出していって、サイドカット。そしたら、ここら辺ですね、ジャンプを打っていって、こう、ネクロマーサーをね、もう呪文なしで、ほぼ呪文なしでね、こう攻めていくっていうね、そんなプランとなっております。そうですね、サイドカットにもすごい時間かけるっていうわけではないので、結構ね、時間にもそこそこ余裕を持ってた攻めとかできるんじゃねえかなと、個人的には思ってますんでね、今回はこちらの編成でね、リアルタイムアタックやっていきましょう。さあさあさあ、というわけでやっていきますよ。皆さん話しかけないでくださいね。皆さんすぐ話しかけてきますからね。いきますよ。こっから緊張するなぁ。いきますよ。ネクロマーサーも大量にね、積んでますんで、レッツゴー行こう。さあ、大丈夫？ Wi-Fi の調子とか、オッケーオッケー、入ったね。とりあえず、オッケー、よし。じゃあ、バルーンで展開していきながらの、まあ、ボディヒーですよ。で、ヒーラー4体。で、スピード重視なんで、もう、ここですね。なるはやで打ってって、1,2,3,4 で、OK。で、1,2,3,4,5。で、ここに一発ずつ打って、いきます。で、アイスゴーレムからのネクロマーサー、今回5体ぐらい入れていきましょうかね。しっかりとサイドカットの方、やっていきます。そうしたら、やべえ、ウォーデンがもうタギ取られた。タギ、移動しろ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 、やべえ、やべえ、もう、あっぶねえ、あっぶねえ。超危なかった、今。すっげえ危なかった。で、こっからしっかりとバーバリアンキングとかも中に入っていってもらって、ウォーデン滝取られてる。取られてないね。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。で、これでしっかりとちゃんと回復の方していって、あ、やべえ、バルーン。で、伸ばせてたんで、もうこれやることねえか、あと回収ね。やることねえか、あともう回収。いう形で、どんどんこっから進行していってもらって、いいぞ、いいぞ、悪くない、悪くない。で、ババキンがやばいんで、あ、でも援軍はもうオッケー、一緒にできたね。あんまネクロマンス入ってなくね。やべえ、あんまネクロマンス入ってね。え、待って待って、全然入ってねえじゃん。待って待って、ネクロマ、待って、違う。これはちょっとどうしよう。待って、ロイ、オッケー、ロイヤルチャンピオンで、タウンホールをね、ケアしていくっていう流れでいきましょう。で、これで、そろそろ、起動していくと思うんで、オッケー、そしたら、オッケー、タギ取ってね、タギ取ってるんで、もう、これはロイヤルチャンピオンで削るしかないし、やべ、ヒーラーもいねえよ。ヒーラー、やべ、まあ、トームのタイミングどうする？トームのタイミング。トームのタイミングわかんねえ。ちょ、待って、ちょ、トーム、中入って、タウンホール区画あたりで、よし、トームだって、やろうと思ってたんですよ。ずっと、クロスボウが残ってんな。ちょっと、どうしよう。マジで、どうするこれ。マジでどうしようってなってる。あ、もう、これ、ビキンだ。ビキンさせていって。で、あ、ビッグスケルトンにいい感じに今、アチャケが反応したかった。あ、ちょっと無理で、やらげ。入っていかねえ、マジかよ。入っていって、俺の理想の流れじゃねえ、全然。なんだこれは。なんだこの絵。な、ちょっと、
中めっちゃ、ネクロマンサーこっちの方ちょっと仕事してきて、ちょっと中にいっぱいね入ってくれればワンチャンあったと思うんですけど、ちょっと待って、わかんない、残り30秒ある、残り30秒あるんだけど、でもネクロマンサーの生き残り方的にはあれなんで、いやでもまあ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  90%80% の点でよしとしよう。なんだこれ、超バリクソグダグダゼミになったな。でもわからねえ、まだあと 90% ぐらいまで乗るから、いやちょっと無理か。あー待って、ここに来てトラップみたいに引っかかって、いやいい反いいけ、ちょっと悪くないプランだと思ったんだけど、全然なんだろう、良くもないし悪くもないっていう攻めになっちゃったな、事故って。はい、そしたらね、お待たせいたしました、ネクロマンサーとスーパーネクロマンサー、あ、ちょっとスクショしとこう記念に。はい、混ぜましたダブルネクロマンサー編成。こちらで、ね、今からですね、マルチの方ね、ちょっと攻めてみたいなと思います。じゃあ、減速していきながらやっていきますが、まあ、攻め方のイメージとしては、サービス終了系の編成のイメージかな、こう面でね、ゴレビズネクロボー、ゴレネクロボーラーをこう展開するっていうね、サービス終了編成っていうのがあるんですよ。出すだけで強いっていうね、面で出すだけで強いっていうね、まあ、実際はね、結構配置選んだりとかね、ポイントとかあったりするんで、するんですけれども、まあただね、それがね、こうスーパーネクロマンサーが生成するビッグボーイか巨大スケルトンがね、盾になってくれて、でかつねターゲットも取ってくれて、で、後ろから、ね、ネクロマンサーの数か数でゴリ押していくっていうね、そんな、攻め方でちょっとやってみましょうかね。結構強いんじゃねえかな、やってみましょうか。この、こういう配置ですね、じゃないですね、できればシングルインフェが2本以上ですねの配置に対して、ね、攻めていきたいんですけど、これはねでも施設レベルが低いんで、なんかこれこういうとこだったら、まあ、全開取れて当たり前だよと、おいおいゲスケに草やろうと思う人ねいそうなんで、こういうとこでもないな、これでもないな、これは違いますね、もっともうちょい施設レベル高いところやっていきたいんですけど、出るかな、出なかった場合はちょっと妥協します。妥協していきますんでね、ご了承ください。いや楽しみ、これはね通常ネクロマーサーとスーパーネクロマーサー2種類使ったので、なんか強そうな感じありますからね、めちゃくちゃ楽しみ。じゃあちょっとね、いい感じの村が出てくるまでちょっと飛ばしていきましょうか。いやでも、あ、出た、こういうとこならなんかいい感じでいけそうじゃないですか、ここね、ちゃんとスーパーネクロマーサーのビッグボーイも生成してくれるだろうし、あ、でもここいいな、ここちょっとやってみようか。あ、でも怖いな、どうなるんだろう。でもまあいっか、こっからね、じゃあスーパーネクロマーサーからの、まあ、3体ぐらいか足してって、でこっちも、足してって、で、ジャンプですね、シビアなポイントになってきそうですが、まあここからビッグボーイを出していきながらの、投下兵士を展開していって、さあここから行け、中に入っていってもらいましょう。いいんじゃないこれ、結構悪くないんじゃないか、どうどう、中に入っていってもらって、しっかりと壁を OK 飛んでいく、飛んでったんでババキンちょっともうタギ取られそう、どうで、ここら辺で一旦フリーズからのレイジをかけて、待って待って待って、で、トームをかけていって、ババキンをね、ちょっと、守っていきましょう。守っていけば、さあどうなってるこれ、面としては悪くないんじゃないか、どう、素晴らしい、夢のコラボレーション、どうなってるこれ、どうこれ、いや、なんか微妙だな、ちょっと微妙な感じになってる、めっちゃ、これタウンホールも残るぞ、タウンホールも残って、待って、アジャケ、ちょっと待って、アジャケ、よし、ロイヤルチャンピオンで、削ってスーパーボールプレイ、待って、スーパーネクロマンサーとかどうなった、結局どうなってる、スーパーネクロマンサーとか何がどうなってる、待って、もうかける相手がいない、かける相手がいないからやってったんだけど、あれ夢のコラボレーション弱え夢のコラ、待って、リプレイ見直していきましょう、せっかく夢のスーパーネクロマンサー使ったのに、なんか消えちゃった、あれどこ行った、神隠しにあった、嘘でしょ、嘘、結構ねやってくれるんじゃねえかなっていう期待値があったんだけど、そこまで5つレベルもタウンホール12にちょっと毛が生えたタウンホール13程度だったんですけど、マジで嘘だろ、もっといい活躍を期待してたのに、あー、もったいない、
いなくなっちゃってっての終了ですよ、これで。スケルトンたちが。くそー、また。リベンジ編とかやりてえな、これ。結構いいと思ったのにや。はい、じゃあちょっとリプレイ見直していきましょう。あの、耐久力の高いスーパーネクロマンサーどこで消えたの？こっち方向は、まあ、細かいスケルトンのビッグボーイ、こっちも出していく。待って、どのタイミングで見た？消えた？ちょっと広く見ていくわ、ちょっと。あれ、その、こうね、スーパー、ビッグボーイで水との滝を取っていけば、通常ネクロマンサーのスケルトンたちも生き生きしていくだろう。あ、イーグルホンの滝取ってな、枠数多いから。まず、イーグルホンの滝取りがち。タギ取りがちで、普通に、あ、タギこっち方向とか映ってる。マジか。で、中の方にビッグボーイとかさ、入れていくわけじゃん。あれ、なんか、あ、でもまだ一応スーパーネクロマス端にいる奴らは、一応生きん、あ、いない。あれ、いない。あれ、もう消えた。で、こっち、あ、こっちだ。はい、こっちにまだ2体います。こっちにまだ2体いて、どんどん、いいぞ。あ、でも枠数多いから。ダメだ。イーグルホンのタギ取られまくってんじゃん。ダメだな、やっぱ、ボディヒースーパーネクロマーサーとかにやっていかないと。ダメだよ、あ、普通に、あ、やばい、こういう使い方ではない。なんか全然、なんか、こう、全然イメージした感じだね。嘘。こう、やっぱヒーラースイッチさせた方が、スーパーネクロマーサー強いっすね。世界選手権の予選とかでも、スーパーネクロマーサーの編成の、ボディヒーガーのスーパーネクの平成全開取ってたりしたんで、こういう使い方じゃなかったか。はい、ということで今回ですね、クランリーグリアルタイムアタックと、あとはせっかくなのでね、スーパーネクロマーサー通常ネクロマーサーダブルネクロ編成やってみたっていう動画お送りしていきました。いや、実際マルチであんな取れない、あんな壊せないもんかっていうぐらい事故っちゃったりしたんでね、皆さんはね、あまり真似しないようにいたしましょう。で、こういう風にね、毎日クラクラ動画、更新していきますし、あとはね、もうすぐね、アップデートですね、10月のアップデートそろそろやってくると思いますので、最新情報いち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。